聞いてください。いつもソファーでダラダラしていた私が 5km マラソンを完走できたんです。そんなの無理だって思うでしょ。私も思っていました。ゴールテープを切るまではね。きっかけは一緒に 5km マラソンに出ようと友達に誘われたことです。そんなに大変じゃなさそうですが、20代後半で学生時代の体育の時間以来走っていない人にとっては大変なことなんです。若いことに持っていたエネルギーはないし、大人になってすっかり太ってしまったのは言うまでもありません。それに準備するまで1ヶ月しかないって言いましたっけ。怠け者の私が30日後には 5km 走らなきゃならないんです。一体どうやったか知りたいです。手短に言えば、少しずつ前進すること。新しいランニングシューズを買って私の挑戦は始まりました。毎日日誌に進捗を記録したので紹介しますね。1日目、ネットで 5km マラソンのためのトレーニングプランを見つけました。インターバルトレーニングから始めるといいそうです。2分歩いて1分走るのを合計30分間続けるんです。1分走るのさえ大変でした。まだまだ先は長そうです。2日目、ひどい筋肉痛に襲われました。体の調子も良くありません。起きてすぐに軽いストレッチをしたらマシになりました。友達のアドバイス通り、この日はジムに行って初めてプロのトレーナーの指導を受けました。エクササイズの他に彼に食生活を改善してもっと水を飲むように言われました。さてどうなるでしょうか。3日目、間食を含めてこの日1日食べたものをすべて書き出しました。ランニングにいい食べ物はバナナ、オート麦、ピーナッツバター、ブロッコリー、プレーンヨーグルト、ダークチョコレート、全粒粉パスタ、ジャガイモ、コーヒーなどです。4日目、すごい食欲が出てきました。以前よりもずっと多くカロリーを消費しているからでしょう。朝のランニングはスムーズでした。10分間走れたんです。途中歩いて休憩もしたけれど、それでも進歩です。それからジムに行くとトレーナーにスピードトレーニングを勧められました。ある地点から別の地点まで全速力で走るんです。すごく辛かったです。5日目、ジムで頑張ったおかげでこの日も筋肉痛でした。この1ヶ月はずっと筋肉痛が続くのでしょうね。ネットでランニングのグループを見つけたので、この日初めて参加してみました。最初は緊張したけれど、いろんな体型や年齢、レベルの人がいたので安心しました。いつもより頑張って歩く休憩を入れながらも一度に2分走ってみました。他の人に応援してもらうと走るのも楽になりました。6日目、この日は土曜日、休息の日です。まだ1周目を終えたばかりですが、ズボンが少し緩くなってきました。7日目、トレーナーがクロストレーニングの一環としてサイクリングを進めてくれたので 4.8km のサイクリングをしました。そして 5km がどれぐらいの距離なのかはっきり分かりました。まだまだ頑張らなくては。8日目、素晴らしいことが起こりました。人生で初めて止まらずに5分間走ったんです。そしてよく言われるランナーズハイがどんな感じか少し分かりました。エンドルフィン、運動した後多幸感をもたらす脳内物質の効果です。この日はかつてないほどエンドルフィンが体を駆け巡っていました。すっかりランニングのファンになりそうです。9日目、エネルギーのレベルがぐんぐん上がっています。午後眠くなることもなくなりました。いつもより仕事がはかどっていると上司が気づいたほどです。10日目、ジムで筋トレをしました。ウェイトトレーニングで腕と足を鍛えてすでに筋肉痛になっています。食べ物とパフォーマンスの関係も分かってきました。今まではその2つが関わったことがなかったのですが。11日目、今日体重を測ったら 2kg 痩せていました。早く痩せるにはジョギングが一番だって確信しました。今は7分間走れるようになりました。12日目、体脂肪率がちょっとずつ下がっているってトレーナーに言われました。すぐに締まったかっこいい体の走るマシーンになれるでしょう。それとこの日はドーナツを食べました。ここまで頑張ったご褒美です。13日目、この日は10分連続で難なく走れました。目標達成までもう少し。14日目、軽はずみでした。疲労困憊しています。今日のランニングはやめにしてまたズルをしてしまったんです。本当にドーナツってなんでこんなに美味しいんでしょう。甘いものが食べたくなってジャンクフードを食べると、その時は気分が良くなるけれど、後で急に眠くなるって分かりました。昼寝するのが待ちきれません。15日目、
折り返し地点です。やる気が戻った感じがしますが、もしかしたら単に時間がなくなってきたのでパニックになっているだけかもしれません。どちらにしても連続で15分間走れました。16日目、ジムに行く日です。全身運動をして気分が高揚しています。この日ほど体重を減らすモチベーションが上がった日はありません。17日目、15分のランニングを2本、その間に5分の休憩を入れてやりました。友達も一緒です。トレーナーに水分補給をしっかりするよう言われました。飲む量は体重割る 0.45 の半分 ×0.02 リットルで計算します。私の場合は2リットル。18日目、前より長く走るようになったので水とスポーツドリンクを交互に飲むことにしました。消費した電解質を補給しなきゃいけません。足の筋肉がはっきり見えるようになってきました。19日目、この日ここしばらくで一番肌が綺麗になっているのに気づきました。なんでだろうと思って調べてみたんです。運動で肌が綺麗になるのは血行が良くなるからだそうです。おお、いいことじゃないですか。20日目、本番まであと10日です。ランニングは15分から20分にアップしました。悪くないですよね。そうそう、睡眠の質もぐっと上がったんですよ。眠れなくてゴロゴロと寝返りを打つこともなくなりました。不眠症が治ったんです。そしてまた2キログラム痩せました。21日目、太ももの裏が特に筋肉痛で足首も硬くなってきました。トレーナーにテニスボールで調子の悪いところをマッサージする方法を教わったので足の裏もマッサージしました。今一番困っているのは腱が腫れていること。本番までにこの痛みが収まってくれないと 5km 走ることもできなくなります。22日目、足が良くなりました。痛めたんじゃないかと心配していたので嬉しい限りです。経験豊富なランナーたちにもっと気楽にやることを勧められました。ノンストップで20分走れたら問題なく 5km 走れるそうです。そうだといいんですが。23日目、この日は全く何もしない日でした。しっかりリラックスできましたよ。24日目、この日もサイクリングをしました。そしてもっとやろうって思ったんです。 8km 完走。25日目、また体がこわばった感じがします。体中の調子の悪い部分をテニスボールでマッサージしてストレッチして早歩きをしました。26日目、連続で25分走れました。ランニングしながら音楽を聴くと時間が経つのが早く感じられます。ランニングにぴったりおすすめの曲はありますか？コメント欄で教えてください。27日目、パスタを作る材料とバナナを買い込みました。バナナをたくさんね。ポタシウムは長いランニングで失われた電解質のバランスを良くしてくれるんだそうです。28日目、この日はトレーニングを減らしました。どの本やサイトにも初めてのレースの前の数日間は頑張りすぎないようにって書いてありましたから。29日目、新しくできたランニング仲間と一緒に高炭水化物の美味しい食事を楽しみました。明日の朝に向けて準備は万端ですが緊張しています。30日目、初めての 5km マラソンを完走しました。誇らしい気持ちでいっぱいです。割と楽に楽しく走れたのでトレーニングプランは正しかったようです。次のレースに参加するのが待ちきれません。皆さんも靴紐を結んでランニングを始める準備は OK ですか？少しずつ進むこと、食べ物に気をつけたり水分補給したり、少しずつトレーニングしたりする以外にも教えたいアドバイスがあります。少々高くてもいいランニングシューズを買いましょう。もっとクッションが必要なら医療用のインソールを入れてください。足や膝、その他の部分に痛みが出たら一旦ストップしてください。体が動かせなくなるような怪我をしたら元も子もありませんからね。一緒に走れる仲間やコミュニティを見つけましょう。特に経験豊富なランナーを見つけてください。彼らに習って知識を得ましょう。友達と一緒に走ったら絆がぐっと深まりますよ。一番大事なのはダラダラ生活をやめてマラソンを始める前にまずお医者さんの OK をもらうことです。新しいライフスタイルを始めて体をびっくりさせないように。この動画で何か新しいことを学べたと思ったら高評価して友達とも共有してください。ブライトサイドには面白い動画がたくさんあります。ぜひお楽しみくださいね。人生はいつもブライトサイドで。